皆さんどうも。僕もね、唯一お笑い芸人の中で挙げるとしたら、まあ行ったことあるかな、身内には話したことあるんですけど、インパルス。幼少期の頃はいじめられててね、その反動で10代の頃はちょっとぐれちゃってて、しょうもない人生送ってたんですよ。で、友達にインパルスのコントを DVD かなんか見せてもらった時に衝撃受けたんですよね。お先真っ暗の未来に一筋の光を差してくれたのがインパルスだったんですけど、堤下さんが事故を起こしちゃったと。もう立ってられないぐらいもう意識朦朧としてる状態で車を運転して、なんでそんな状態で運転しちゃったのか。僕の人生変えてくれたインパルスの二人なんで、板倉さんがかわいそうですよね。次回ね、皆さん、ズバリこれ断言します。堤下敦史、生まれてからこれまで人生の歩まれ方、つまりはオイタチングに迫っていこうかなと。次回の動画まで、さよなら、さよなら、さよなら、バイバイ。あー